いやもうね台本がありませんと、はい、フリートークですと言われ一番緊張するやつじゃないですかれれいやいやそれはもう <laughs> 石間これだけの舞台を踏んでこられて <laughs> 多分普通の人の50年分はもう一気にこう一年で経験されているからもう何も恐れることはないと思いますいやいや,いやもう私あれ前申し訳ないがなちっちゃい頃からもちろんそのテレビで存じ上げている方なわけですよ、はいはい、でやっぱりこう

心の内には大の葛藤が様々あるんじゃないか今激動の中を歩いている方の登場でございます広島県の秋田方市の石丸真二市長ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますようこそ古達一郎チャンネルこんな手狭なスタジオにお越しいただきましてありがとうございますこちらこそお招きいただきまして大変光栄に思ってます <laughs> 議会警視の最たる例です恥干しで恥干を どこがどのように問題であるか、具体的に根拠を持って批判せれば、それは単なる誹謗中傷です。社会の好奇として、非常に恥ずかしい内容だと思いますので、以後慎まれるべきだと思います。この町をちょっとでも豊かにする方法を考えたんですけど、あないなと。 もう一か八か八ワンチャンを狙うしかない、うんうん、でそうなった時に今の時代のワンチャンの狙い方っていったらこれかなとでも8月で人気ですよねそうですどうするんですか <laughs> 出ていくんですかやるんですかお答えください <laughs> お答えください <laughs> 僕が本当にこの日本でやってほしいのは東京の解体です もう緊張が半端ないんです、もうさっき入ってくる時からですけれども、<や>もう胸を借りるつもりでいけばいいと、周りの人がです、ね、アドバイスをしてくれたんですけど、<え>いやそんな段じゃないと、これもうまな板の恋だなと思って、<え>もうな, <laughs> な,なされるがままという覚悟で来てますまな板の上の恋はこんな流暢にしゃべりません。<laughs> いや、あれだけ議会との戦いも含めて、これからちょっと聞いていきたいんですけれども、修羅場といってもいいな状態をくぐり抜けつつある人が、 なんで俺の YouTube チャンネルに来ていただいてそして緊張するのかわかりません。<laughs> 何なんですかこれは見てる方だったら必ず共感してもらえるんですけど、<っ>普通の人間は古立一郎と対談するとダメージを負います。嘘で <laughs> <laughs> 誰が言ってるんですかんあれはテレビの中に出てるね、あのー、えりすぐりの鍛えられた人間がバトルしてるコロシアムなわけですよ。あ,あ 一般人は入る場所じゃないんですか石村さん、ご、あなたは一般人じゃありません。もう全然違う状態入ってます、今。ちょ,ちょっとだけ、ええ、ちょっとだけ YouTuber になってきて、はい。いや、でも、あ、そうだ、その前に、秋高田市、東京都を抜いて、17.2万人からさらに増えてると思いますけど、はい、登録者数、おめでとうございます。ありがとうございます。僕、あのー、ものすごく市長が喜んでね、 ついに東京都抜けましたってやってるのを見た時。本当に調子いいですけど、自分のことのように嬉しかったですよ。ありがとうございます。だってもう市長が子供のように喜んでるというのは、こう <laughs> 周波数で伝わってくるじゃないですか。相当嬉しそうです。ね。はい、やっぱり達成感と何より職員と、なんかこう目指してたものだったんですね。うん、なので、本当にこう部活で全国大会に行けるようになったみたいな,なんか、うん、そんな喜びがありました。あ、そうですか。はい でもね石丸さん例えば僕なんかもちょっと順繰りに聞いていきたいんですけどねまあ思い立ったがきちとばかりにバーンとふるさと帰って、はい、銀行を辞めて市長になられてでそこまでももああらやあらやというまでもう周りの人の協力を得て急に市長になっちゃったこれだけでもなんか映画の題材になりそうじゃないですか。でそっから、えー、副市長を一人30代の女性を公募の中から選んで、まあ、地域活性そして産業創出もあったんでしょう。 どんどんやっていくぞっていう時に議会に反対され、はい、今度は議会で議員の定数を反映させると食料法のことやったらそれでえらい騒ぎになりってよくぞ初っ端から戦おうとしましたよね<ー>もう山に山れずですかおっしゃる通りです他に選択肢がなかった<あ>ないと市長になる時に就任する前に思いました<ー>、はい、選挙に出る時に、ええ、この人口今2万7,000人ぐらいなんですね、うん この街をちょっとでも豊かにする方法考えたんですけど、うんうん、あないなとああってなったらもう一か八かワンチャンを狙うしかないと、うんうん、でそうなった時に今の時代のワンチャンの狙い方って言ったらこれかなとネットの力をうまく使って取り込んで、うん、知名度認知度を分ける、うん、ここに活動があるんじゃないかなと思ってやってきましたいやだからねその石丸さんがねはっきり言っちゃえばあられもなく堂々と赤キラ,ラに 自分の手の内を明かす。劇場型でいいんだと。一時ポピュリズムと言われたっていいんだと。エンタメ化する行政や政治、行政違うかもね、政治の世界をエンタメ化して、引きつけて、樹木を集めてから改革していくんだっていうことを、はっきりとネタバラシされるじゃないですか。きれ、はい事だけで、いや、議会がひどいんで、対決せざるを得なかったって淡々と言わないじゃないですか。盛り上げていくんだと。ネットを巻き込む。僕、なんでそこまで正直なのかなと思うんですよ。 普通どっか取り繕って、はい。もっともっとなんか、正義を振りかざすがごとくて芝居を打つ人もいるじゃない。ですあ、演出するというか。はい。違いますよね。どんと行きますよね。やらないですね。やっぱりそれをやり出すと、嘘っぽさが出ますよね。多分、どこかしらに、それこそ、まあ、怒られるかな、でも言うんですが。多くの方が政治家、例えば国会議員を見たときに、なんか嘘っぽいなと。 秘書がありままししたたっってていいいやいや知ってたでででょなななるじゃすすすか今なってますよねもろです <laughs> 僕はね全員とは言わないけど国民のねかなりの割合が怒ってると思いますよ。そうですよね。はい。いった時に、ね、見えすぎた嘘になるようなものは言うだけ損だなと。うん、そこはもう損得感情です。<ー>よりどっちが響くかっていうのを冷静にジャッジしただけで、うん、もしかしたらもっとこう取り繕った、うん、本当に自分をよくよく見せるスタイルもあったかもしれないんですが。 どっちがいいいいかななって選んだ結果にぎないですいや、はい、僕だから損得感情ですってね、はい、またはっきり言うだから心のナチュラルメイクなんですよ <laughs> 僕はもう国政の政治家見ててやっぱりもう自民党の政治家中心に厚化粧ですよ <laughs> そんなことはひび割れしてるわけじゃないですかきれいと言ったでもはっきり言うでもね一つ聞きたいのは石丸さん、はい、あの議,議会とこれだけもめるのは狙いもあるにしてもですよ やっぱ明らかにおかしいし既得権者たちがやみくもに、ね、今が良ければいいとこう今までの慣賞を守ってるということに大なたを振るっていらっしゃるというのは僕なりに伝わっていくるんですね。はい、だけど具体的にものすすごい抵抗ですかやっぱり新しい若い市長が来て財政再建だって自主財源3割あの地方交付税交付金7割でしょ、はい、それは何かをガサッとカットしなきゃいけないんだけどすごい抵抗ですか。 うーんこれがですねまた複雑で難しいのが地方の政治なんですよ、はい、というのは市民の総意がものすごい保守的で、うん、いかんともしがたいわけじゃないんですよ<あ>私はそこまで愚かだとは思ってないです、はい、市民も話せば話が通じる、はい、ほとんどの人、うん、ただそこから抽出された民意要は議会議員というものですここの合議制で見たときにはなかなか魚子がたいなと先ほどおっしゃった 旧態然とした保守的な、うん、あの良くない意味での保守派ですよね。うん、守りに入ってしまう。うん、それは確かに存在します、ね。じゃあこの人たちはもちろんそのね市民じゃなくてですよ。まあ市民と相つづるところもあるけど、全部市民とつながってるわけじゃない。この抽出された人たちのいけない保守っていうのは一体何を守り保とうとしてるんですか。この人たちは自分の立場そのものですか。その通りです。自分です。うん、なので私はもう最近こう言い切ってます。 うん、権力を私物化していると。あ,<ー>あの権力の私物化って時々ドラマとかまあニュースでも聞くかもしれないんですけども、実はすごく身近で起きているんですよ。彼らは自分の機嫌をそれこそ優先したりして自分に。 先に報告しなかったと後から教えたと気に入らん反対とかするんですよ立場というか己ですよね議員という立場だったら絶対そんな判断ならないですたとえ一番最後に報告されたとて中身が良かったら賛成しないといけないのが本来なんですが逆転してしまってるっていう。これはダメですよねダメなものはダメというもう令和の時代に昭和レトロが本流歩いてますね議会の中 いや時代とともに価値観やいろんな筋道だってどんどん変わるわけですよね、はい、アナログからデジタルへと同じでそれでもそういうことがやっぱり地方はまだ通じている通用しちゃっている議会があるんですかそうですね地方の方が割合多い、うん、割合と申し上げたのは、うん、都会はじゃあいいかと言ったらそうでもないと思います,そうですね。 本当に民意がそこに投じられてるかっていうと、うん、私は半信半疑より疑っています。そうですね。僕はね、地方はね、まあ、外資って言っちゃ悪いけど古臭いんだと思います。うん、で、国政の場は長田町は腐ってると思います、ね。今 <laughs> 与党中心にこの裏金の問題も含め。<laughs> 肝心なととところから全部部しててて一部派閥解散とかやっっ国民が納得すすると思ってる思い感性に驚きますよ悪いけどね、うん、もう一回戻りますもうちょっと個別具体に行きたいんですけど、はい、例えば僕はね本当外野もいいところだからこの市政に対しても議会に対しても申し訳ないこと言っちゃうかもしれないけど例えばねもしかしたら、えー、自治体が消滅していくかもしれないというマスダレポートもかつて10年前にありましたでそういう危機感の中で夕張りのように破綻しちゃいけないとか。 やってるときにですよ、道の駅に、えー、無印良品を出店させて、そして地のものを使いながら新商品開発も試して、もしかしたら、急には軌道に乗らないかもしれないけど、ワークショップとしてね、やらないより何か手をつけようってやってることを、なぜ反対するんだろうと思うんですよ。よし、もしダメだったらお前責任取れよ。じゃあ市長の独断と偏見でいいから、やらしてみようじゃないかって 若い市長を選んだ限りは市民があって何でならないんですかそこが感情に支配されていることなんですね。またさっきの、はい。理性を本当にどこかに置き忘れてきてるんですよ。なんか小学校時代でもう忘れちゃったのかなっていうぐらい、感情で長い間生きてる方が多いようです。うん、なので、あの、道の駅に良品契約、無印良品に出店し,てしまうっていうのも、はい、その前の手順が気に入らんと。専、うん、決処分っていうので、 えー、工事の調査設計というのをやったんですね。それもやったんですよ。キャンセルはできなくてもやった。後にもかかわらず、うん、それを議会の議決を経てないというやり方が気に入らないから、うん、その後の本ちゃんの工事、これを認めないと。うん、でも終わったものを理由にされたらやり直し効かないじゃないですか。うん、なので、建設的な議論になってんです。とにかく気に入らないっていう、うん、理性がどっかに行ってるんですね。うん、あの感情的に。うん 自分のところに話が入ってきてない。先決処分だ、先決事項でやるんじゃないって。その感情はわかる気がするんですけど、その感情の後ろにはぐーとっと尻尾みたいなのがあって、やっぱり地元のある種の、今までいい思いしてきたズブズブの建設業者、建築業者。いろんななんかは引きずってんですか？国政ほど引きずってないんですか？その引きずってるパターンもあるかもしれないんですが、うち。まあ。 特に地方においいてはそんななな大層ももものでですっと国政の例えば自民党の統一協会とかねやっぱりいろいろあるじゃないですかそれからもうロビーイングロビー活動をやって後ろ盾後ろ盾日本医師会がね政治家までいろんなことそこまではやっぱ飽きた方に関して言ったらないんですねもっと小さい単位で本当に個です個人のレベルで 気に入るか気に入らないか機嫌がいいか悪いかやっぱりじゃあ地元の名士だと思い込んでるわけですね自分をまあそうですそういう面も確かにはあったんだと思いますだったら何でりすすんですか <laughs> 何でで議長も含めて孤立無援で戦ってるじゃないですかそれは激しい確かに俺も議会側だったらなんだこの市長と思う やっぱすごいから、絶望する時から。だけど理屈でガーッツすそれにしても、寝てる寝てないの議論も,も確かに子供のようだし、議長もなんだかおかしいし、はい、あれを晒したっていうのは、見事にやりましたよ。<laughs> いやでも、恥ずかしいばっかりです、あれは。いや、な、なんで途中で引き返して、あ、確かに。 市長も立ててみよう市長もやってもらおうじゃねえかってなんでならないですかねあ、向こう議員の方がですね、はい、それはもう変わらないと思います <laughs> もう60まあ古田さんもそのとでいらっしゃるんで一とくくりにやしちゃいけないのかもしれないんですがそうやって生きてきた方が考えを変えるっていうのは己の生き方を否定するに等しいんじゃないですかね<ー>なのでもう私は今の議員の方が改心するっていうのはないと思ってます。ただただだ 市民の意識が変わって選挙というイベントが必ずありますので、そこで次の動きが起きれば十分かなと思ってますね。だからそのために起こしているんだってのはわかる気がするんですけど、でもね、うん、やっぱそれだけそうやって頭悪いけど、僕もその69で同じね世代なんで、あんまり言えたぎりじゃないんだけど、でも頭が硬着化していくんだって自覚すれば、うん、変わらないためには変わり続けなきゃダメなんだって強迫観念あるわけです。少なからず。うん そうじゃなかったらリフレッシュしませんから時代を生きることできないじゃないですかでもそういう議会で全員とは言わないけど議会でものすごく抵抗勢力に市長からしたらなってる人たちっていうのは自分らはいつ死ぬか分かんないよもういいやとここまで生きてきて僕ももうその年代で思います死ぬのは怖いです人間だから <laughs> ところが次世代次次世代飽きた方がこのままいったら2040年以降消滅するかもしれないってそういう資産がある中で データをすべて信用しないまでもです、ね、市長もああいうふうに言ってるし次の次の世代のことを考えたら自分の摩擦に合わないこともやらないならんなってななんでで男女共に思えないんですかあのこれは田舎の特性かもしれないんですが、はい、見てきた世界がものすごく限定されてるんですね。はい その古さんのような時代が変わってる世界が広がってるっていうのを知覚してない人が割といらっしゃるんですよ。そうした時に、まさに昭和が実は頭の中ではまだ再生されてて、その中で。生きているので。世間がこの先人口減るとか、言おうが。いやいや、自分には関係ないでしょうと、なぜか思えるんだと思います。なんか変に脳内変換がされてて。希望的観測というか。 頭中ああだからあの本、ー、んと失礼な言い方だけど地方行った時にね空気もいい田園風景のどかだな長官と書いてのどかだなと言うじゃないですか、はい、結構お花畑っておっしゃったけどのどかのどかでいられる風土が今まではあったのかもしれませんね <laughs>、うん、おっしゃる通りです、はい、田舎といえども、うん、やはり豊かには着実になってきてるんですね、うん、この10年20年ににいても、はい、そした時に まだ続くんじゃないかと。うん、実は下り坂に入ってるにもかかわらず、うん、そしてその先崖が待ってるかもしれないのに、うん、気づいてないし見えてないんですね。あでも人間って見ないようなストーリーを気づくのうまいですよね。うん、そ,うそうですよね。僕、はい、あのコロナのマサイ中2年以上も前ですけど、NHK と読売が同じデータを出したんでびっくりしたことがあって、はい、もう実質賃金は下がってる。今賃上げ賃上げっていうムードを作ってますけど、実質賃金は下がったる2年前でコロナで大変な経済もめためただっていう時の。 データなんですけどもなんと10割中8割の人がこのままの保守現状維持を望んでる。ほわんと。で2割がもう切った張ったじゃないけど明日どうなるか分かんないけど改革しないとこのまんまじゃ大変だと死ぬ思いでも変えていかなきゃっていうのが2割で変わらざるを得ない。あと8割はほわんと守りたい。なんか昭和の経済成長からの残滓で豊かになっナンバーワンナンバーワンの残滓がエコーみたいに響いて ていられるんですね、はいはい、まだだと思いますますさに江戸時代の最後末期ってそんな時代だったのかなと、ええええ、まだ刀刺してていいよね自分たちみたいな<ー>もういやペリー来たし黒船台捕向けてるよねっていう石川さん喋りたいの俺より圧倒的に例えが上い、ええ、このまま退却させていただきたい <laughs> 俺に向かって言います恥を知れ恥を恥を知るという言葉ご存知だと思います あれはね、石丸さんの眼臭が見えたんですよ。臭 <laughs> <周>、ね。恥を知れ、恥をっていう定番を言ってしまった。はい、言ってしまった。といった言葉がありますよね。あれ実況したんですよ。<laughs> 恥を知れ、恥。と、今言ったところでありますっていうふうに自分を客観視した、客観視したわけですよ。あれは僕は自分の仕事に結びつけて感動しました。ああ、そうですか。上品に思いました。居眠りをする。いっぱい質問しない。説明責任を果たさない。これこそ。 議会形式の最たる例です恥を知れ恥をという声が上がってもおかしくないと思います今の命令ク長は失礼であったならば訂正しますどうか恥だと思ってください あのどこでどういう形で使われるかわからないじゃないですか私はなのでさっきの刀も話もそうですし、うん、端の話もどこでどう切られてもいいようにいつも話すようにはしてます。これイメトレも含めてですね今日古舘さんとお話しするのでもう頭もなくフル回転させて、うん、飛行機乗って電車乗って来てますから。うんうん いやもう圧倒でじゃあもうここでギブします私はいや完全に居眠り入りますもうもうな,んならこれで負けたということで払い捨に訴えます訴えます死に要求します請求します私はでも8月で任期ですよね,すね、はい、国政すごいと思うんですよもうお誘いも含めてどうするんですか出ていくんですかやるんですかお答えください お答えください。